とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ダイヤモンドの剣でボスラッシュをしてみてくださいということですね。確かにこのダイヤモンドの剣でボスラッシュはやったことありません。まず剣を使うことがね、ほぼほぼなかったので、やってみます。やっぱりマイクラというと、このダイヤモンドの剣が一番有名だと思うので、これで行ってみます。それでは一発目、ムーシュルームモンスターズ行きましょう。オッケー。まあ、こんなもんか。こんなもんですね。まあまあ、これでも多分ダメージはね、与えてる方だと思う。結構エンチャはね、いいやつ入れてるので、そこそこダメージは入るはずなんだけども、こんなもんだよね。剣っていうのはやっぱ普通の武器なんだな。それでは2体目いきましょう。大釜でーす。まあ特に問題ないですね。全く問題なくいけます。大釜は余裕かな。敵が出てきたらきついけどね。名もなき者いきますね。ちょっとこいつは時間かかるかもしんない。とりあえず雑魚からやっていくか。いや、そうでもなくていいか。意外とゴリゴリって良さそうだね。大丈夫、いける。よっしゃー、ポーションバリア優秀。さあ次行きましょう。どんどん行くよ。やばい、若干 HP 高めだからすぐには倒せないか。でもそれでも早いね。次、それでは前半最後、邪悪な村人の王行きましょう。特に問題ないと思うね。まずチビはそのまんま行きます。あ、意外とか、いやいや、硬いんじゃなくてあれだな、俺の火力がないんだな。はいはいはい。弓の虚無が入るから結構ダメージは入るはずなんだよね。いけ。まあまあこんなもんでしょう。オッケー、ポーションバリアでいきます。おい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 、死ぬ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 、危ない危ない。後半戦いきまーす。ジャングルの魔物ですね。まあ余裕でしょう。なんか攻撃方法がね、4月のアップデートから変わってますもんね。若干ね、若干変わってるけども、まあまあそこまで問題はないですね。いや結構強いな結構強いな。まあ、ポーションバリアさえあればなんとかなるか。なんか遠距離攻撃がね、増えてますもんね。あれがなかなかダメージがあるので、ちょっと注意は必要みたいですね。それでは、邪悪なレイス、行きましょうか。こいつは無敵時間が若干できたけども、特に問題はないっすね。お、一気に削れるね。HP は低い。一気に行けました。おい、生き残ってるぞそうそう、こいつはなんかこんな感じなんだよな。それではテンペストゴーレム行きますね。めんどくさくなったこいつをちょっと倒します。もう正規の方法で行くっきゃないんだよね。正規の方法で行くっきゃない。それがちょっとめんどくさいんだよね。まあ元々はね、こういう倒し方なんだからね。これで倒すしかない。でもこのガードの上からダメージが貫通してた頃は本当良かったよね。毒ダメージの時すごい弱くてすごい楽勝だった。 OK、 よっしゃ。いやー、無理か、減らしきれん。ちょっとこれは減らしきれないな。オッケー。でもまあまあまあ、もうちょいもうちょい、あと3回ぐらいやりゃいけるか。3回ぐらいあればいけるでしょう。めんどくさい。おいおいおい、やたら食らったぞ。オッケー、ちょっと待って。ボスじゃなくてザコを倒しとかないとリフレッシュがね効かないから。OK、
メッシュを貯めときたいんだよ。危ない。オッケー。ほら。これ多分あと2回だ。多分あと2回は必要になるな。おい。固まる。固まるね。あ、オッケー。影のブリュー出た。影ブリューでだいぶやりやすくなるはず。あ、いや無理か。そうか、一発がそんなでかくないやつだからそこまで意味がないかもしれないな。危ない。オッケー。そろそろ影とけ。いや無理だこれ。無理無理無理とってもじゃないけど無理。もう結局ここまで来たか。よっしゃ、結局最後まで倒さなきゃいけなかった。まあ仕方ないですね。行きましょう。 OK。 おお、意外と痛い。よし、危ない。危ね。このトラップも意外と痛いんだよね。終わり。あ、ドラ。よっしゃ、終わり。時間かかる。古代のガーディアン行きまーす。まあ、正攻法で行くね。しゃ、お、結構ダメージは与えれないな。こんぐらいか。半分ぐらいはね、一気に行けるはずなんだけどね。まあまあまあ、こんな感じでしょう。ちょっと待って、息が持たない。どんぐらい倒せるかな。できる限り早く行きたいんだけども。よっしゃ。もうトゲがついてる。おっしゃ、オッケーオッケーオッケー。いい感じじゃない。そこそこ、早いかと思う。おいおい、危ない危ない危ない。あと2回かな ?2 回だな。どうしてもそんぐらいは、かかりそう。エルダーガーディアンもまだ出てきてないしね。出てくる前に倒すこともできるか。いくぞ。あー、いけた。いけた。オッケー。意外と早かったね。エンダーの心臓行きましょう。うん、やっぱドライじゃないとダメージがこいつにはあんまり入りにくいが。あ、でも結構一発目からダメージ与えれましたね。こんぐらい与えれば OK。 よし、あとはここに引っかかって雑魚を処理していきます。リフレッシュ入れときゃよかったな。リフレッシュ入れとけばここで回復もできたんだけども、まあまあいいでしょう。付きのやつが効くね。 OK。 うわー、なんかそこ行きたくない。そこには俺行きたくないな。よし、 OK。 いいぞ。なんか全然だ。よし、危ねえ。嫌な場所で戦わされた。で、また爆発。オッケー。いいよ。あと1回かな。まあ、ポーションバリアつけて、突っ込んでもいいかもしれませんね、最後は。いや、もう1回なんか潜りそうな気もするな。どうだろう。よし、行くぞ。行け。よっしゃ、行け。倒せる。はい、ということで今日はですね、これダイヤモンドの剣を使ってボスラッシュやってみました。エンチャントはクリティカル重力輝き虚無でした。まあまあまあ、剣でもいけるもんだね。なんかマイクラっぽくてすごく面白かったです。それではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。